長すを抜いて丸め直して後ろをきれいに閉じる。後ろがきれいに閉じてないと上げた時にちょっとね開いたような感じで格好悪くなるので、なので後ろはきれいに閉じてあげましょう。火加減中火ぐらいで大丈夫です。火加減中火ぐらいで、あの後ろがドーナツの茶色いきつね色になるまで揚げてください。いい感じの色になったんで返します。では行きたいと思います。はい、これ見て、めっちゃいい感じの色、めっちゃいい感じの色でしょ。これぐらいになるので、これぐらいの色になったら返してあげてください。でここで無理に沈めなくていいです。そしたらここ今白いとこありますよね、うん、輪っかみたいにこう白い筋ができる、見たことない、うん、見たことある。あれがベルリーナよ、あの白い筋がね。冷えたカスタードこのまま入れちゃいましょう。カスタードほぐさなくて大丈夫です。硬いままでいいです。シュークリームとかするときはカスタードをほぐしたりするんですが、しなくても大丈夫です。なるべく一番奥に入れてください。表面じゃなくて一番奥に入れて、そして左右に振りながら、左右に右左右左振りながら限界まで入れていくと。はい、粒あんを口金の中に入れちゃいましょう。そうまぶします。もうあれこれあれあれ、エンゼルなんちゃら、そうなんちゃら、エンゼルなんちゃら、ほらエンゼルなんちゃらだったよ。もうなんちゃらなんちゃら、うまぎエンゼルなんちゃらになりました。もういいです、作れるよ。しかも簡単って、そうよ、しかもさこっちの方がクリーム多いから。うまいな、好きなだけクリーム入れれるし。そうよ、おいクリームもして、みんなエンゼルなんちゃらカットします。あ、違う、ベルリーナです。はい、ドン。うわー、見て見て、クリームがあふれんばかりの、絶対こんな入ってないから。入ってない入ってない。さあ結果はいかに、ドン。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、すごいすごい、できてる。あいあいしゃん、すごいできてるやん。え、めっちゃ綺麗に分かれてる。綺麗に分かれた、すごいすごい。